関本さん素晴らしいものを持ってますね。そうですね、もうキャンプの時からこれは波の新人じゃないなっていう感じでしたけどもね、はい、きっちりやっぱ成績出てますよね、はい、得点圏での打率はセリーグナンバーワンというところで、あーっとホームラン、なんとなんとこの場面でホームランです。第4号のスリーランホームラン、3点追加、8対0。アウトコースですけども体寄らなかったでしょ、はい、1つも、はいですね、そのままパチンと打って反対方向のホームランですから、はい、恐るべしです。ご覧ください、1つもやらないですもんね、バットだけ走ってしまう、引っ張ったようなレフトへの方向、あの打球方向ですもんね、はい、杉本さん、あの逆方向へ今おっしゃったように、はい、逆方向へ引っ張るような打ち方しますよね。